ブダペスト攻勢は1944年10月29日からソビエト赤軍がハンガリー領内にいたドイツ軍及びその同盟軍に対して行った大攻勢である。作戦は成功し1945年2月13日にハンガリーの首都であるブダペスト攻略をもって終了した。ブダペスト攻勢時の独創戦における戦線、ヤッシー・キシニョフ攻勢でルーマニアを占領した。 ソ連軍はバルカン半島で猛攻を続けていた。8月31日にはルーマニアのブカレストを占領、そしてカルパチア山脈を精神してハンガリー、南はブルガリアへと進撃していた。この一連の攻勢で再編成されていたドイツ第6軍は包囲され全滅。そして南ウクライナ軍集団所属のドイツ第8軍も撃破され、ハンガリー西部まで押しやられた。 さらに損失を埋め合わせるため独軍予備兵力は、当時の主戦場であったポーランドから、ドイツ東部にかけての戦域から引き剥がされ、さらなる弱体化が進んだ。1944年10月より、ソビエト第2、第3、第4ウクライナ方面軍はハンガリーへと進撃した。ドイツのアドルフ・ヒトラーは、単独降伏を行おうとしたハンガリーに対し、パンー・ファウスト作戦を発動し、 ハンガリーを占領したが、傀儡政権の樹立で、ソ連軍の攻勢を止められず12月下旬には、ソ連軍はブダペストの包囲攻撃を開始、壮絶な紫外戦の末、1945年2月13日にブダペストは陥落した。ありがとうございます。